続きまして、サブ PL 級・大容量マイクロウェルアレイを用いた超高速・超高感度ウイルスセンサーと題しまして、国立研究開発法人、産業技術総合研究所、エレクトロニクス製造領域研究企画室室長、藤巻誠様にご講演いただきます。藤巻様、よろししくお願いいたします。 はい、あのご紹介大変ありがとうございます。あのう、酸素研の藤巻と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今回ですね。あのこういったタイトル、あのサブピコリットル級の、えっ、ー、と、大容量マイクロウェルを用いた。えー、ウイルスセンサー、ということでも、見た通りですね。ウイルスセンシングの、あの発表と。 いうことになりますでちょっとですねあの我々あの先ほどですねご紹介いただいたようにあの超高速、まあ、あの1分間でですねウイルスを測れるようなセンサー開発というのをずっとしてきたわけなんですけれどもあの、まあ、最近はですねあのこのコロナ禍ということで、えー、とウイルスセンサー、まあ、ウイルス検出の,あの技術の開発っていうのは非常にたくさんありましてで初めはですねこの下のタイトルだけにしようと思ってたんですけれどもあの下のタイトルだけだと他の技術となんだか差がよくわからないというようなことになってしまいますのであの そういったことで,です、ね、このちょっと上のこの、何て言うんですかね、就職みたいなのをつけてみました。で、なんかこう、大容量でマイクロウェールなんで,です、ね、なんか大きいんだか小さいんだかよくわからないみたいなところになってるんですけども、えー、とこの中身に関しましては、あのこのプレゼンの中でご紹介したいと思っています。はい、ということで、えー、我々ですね、この,の NEDO のプロジェクトの方で,です、ね、えー、こちらのウイルス接種、あの我々ウイルスゲートキーパーと。 呼んでるわけなんですけれども、こちらの方の研究開発というのを3年間させていただきました。で実はですね。ま3年間ということ、つまり3年前ですね。ですので、このプロジェクトが開始したあのスタートしたのは2019年になります。で、2019年と言いますと、実はまだこのコロナ禍の前ということになります。 ですので、ですね、あの当時はあの我々ですね、あのこのウイルスセンサー、どこで使うんですかって言われたときに、まあ、こういったことを挙げていました、これは実は一緒に実施させていただいているコニカミノルタさんであるとか、ですね、YAC ・ダステックさん、まあ、そういった企業さんが、ですね、まあ、こういったところにウイルスセンサーを入れたいんだと。 こういういビジネスプランを持っているんだということで、じゃあ一緒にやりましょうということで提案させていただいたんですけれども、まあ、例えば高齢者施設ですね、これはあの実はコロナ禍の前からですねあの非常にウイルスには神経質になっていたと、まあ、特に当時は、当時だといいますか、今もそうなんですけれども、あのインフルエンザウイルスですね、あの高齢者施設ですと、あのやはりですね毎年、インフルエンザが冬になると流行るわけなんですけれども、あのそれでですねあの国内でも1万人以上の方が亡くなっていたということで、実は インパクトとしては、あの今のコロナとそんなに変わらないあの死者数で比べるとです、ね、まあ、もちろんコロナの方が感染力強くてです、ね、あの大規模になってしまうんですけれども、あの当時もです、ね、このインフルエンザウイルスというのは非常に問題であったと。 言ったところとあと食品工場こちらはですねノロウイルスをメインにあのターゲットとして先あのウイルスゲートキーパーの方の開発を進めてきていました。でなぜあの食品工場はノロかと言いますと、こちらはまあまあご存知かと思いますけれども、当然、ノロウイルスというのは非常に感染力強くてですね、まあ、あまり死に至るようなことはないんですけれども、まあ、食中毒を起こしてしまうと。 いったことでこの場合はですね特に人の健康で、まあ、重篤になるケースというのは非常に少なくてですね感染の症例なんかもインフルエンザとかです、ねまあ、もちろんコロナに比べても非常に少ないわけなんですけれどもこちらはですねやっぱり企業さんのダメージですねもしこう感染者が出てしまったとき、まあ、自分のところの食品からあのノロウイルスがですね感染してしまった、まあ、そういったことが起きますとですね本当に大手の企業さんでも、まあ、倒産の危機に陥ってしまうと。とと中小さんでですす確実にですね事業が継続でき ですので,です、ね、いろんなまあメーカーさんですね、あのこの食品工場の方々、実際に非常にケアしているわけなんですけれども、やっぱりこういうセンサーが欲しいと、実際にあってです、ね、目で確かめたいんだといったニーズが非常に強くてです、ね、まあ、こういったあのシステムを開発しようということになりました。で、さらにこういったシステムですので、えっと、当然コンセプトとしては、症状がある方を対象ではないんですね。もう我々一般の方は、まあ、今でででこそなんですけれどもコロナではあの 皆さんご存知のとおり、どうも感染しててもです、ね、あまりこう症状が出ない方がいるといったことが今でこそ分かっているんですけれども、当時、当時こまあ、コロナが入る前にです、ね、ほとんどそれあの一般の方は知らなかったんですね。で、あの未発症とかです、ね、不健性、この不健性というのは重要なんですけれども、感染してるんですけれども、症状が出ないと、本人は分からない、で例えばこう工場に働きに来てしまう。 とかですね、高齢者施設にこうお見舞いに来てしまうでそういった方が中に入ってしまうと中で弱い体の弱い方は感染して発症してしまうとかです、ね、あの食品工場ですと当然そこからあの食中とかに出てしまうといったところで非常に問題になっていたということでこういう開発を進めてまいりましたであの当然なんですけれどもこれも2020年ですねあの一昨年からもコロナの感染症がこ,このようなパンデミックの状態になりましてあうこういったセンサーもいろんなところで欲しいと言っていただけるようになりました といったところで,です、ね、あの初めの特例にはインフルノロが対象だったんですけれどもあの2020年度からです、ね、新型コロナも対象にしまして研究開発のを進めてきたという形になります。 ということで,です、ね、われわれの研究開発というのは、1分間で,です、ね、あの測定できるというのをとにかく目指してきたとで、なんで1分かというところなんですけれども、当然です、ね、ああいったところのニーズに応えるためには、待合室の中のところで,です、ね、こう人を待たせてはいけない、例えば職員工場で入る前に検査して30分後に入ってくださいと仕事にならないと、であの高齢者施設もそうですけれども、面会に来てです、ね、ここで30分待ってくださいとやると、なかなか嫌になってしまうといったところで,です、ね、1分でできないかと。 ここの1分ってどういういな,なんで1分が難しいかと言いますと、まあ、今でこそ PCR 流行ってあの皆さんご存知かと思いますが PCR ですね当時一般的な PCR で2時間早くて2時間かかります今ですとかなりです、ね、高速な PCR というのは出てきてましてそれでも今あの私の知ってる限りの最短のものはアボット社が出しているもので,です、ね、13分と。 いう形になっっててまますこれは検体を取ってから血管が出るまで13分ですで普通の PCR ですと、まあ、RNA 真ん、まあ、中のです、ね、遺伝子を出さない抽出したりしなければいけないあのプロセスもかかりますので、まあ、その場でですね1分でできるっていうのはもう非常に、まあ、当時としてはこれ今でもそうなんですけれども非常に難しいあの目標目的目標だったと、まあ、今でもそうだと思ってますけれども。あの そういった値になりますで、えー、さらにですね、簡易検査なんかあるんですけれども、簡易検査を取ってですね、例えばサンプル取ってこうつけるだけなんで、まあ、例えば赤い線が出てくるあの抗原検査といったものがあるんですけど、あれでもやっぱり10分ぐらいはかかる、早いもので10分ぐらい、あの時間かかるものでょっと15分から20分ぐらいかかってしまうということになっています。で、そ,れでそういうことですと、我々の目,目指しているなニーズには合わないといったことで、えー、こういったです、ね、研究開発を進めてまいりました。 で我々もともと、特に私のところなんかはですねあのウイルス検出技術というのはもう,もう十数年あの研究開発を行っておりましてこのプロジェクトを始める前にですね、まあ、こういった技術を持っていました、これ、外力支援型の近接場所明バイオセンサーという名前をつけているんですけれども、これ、何かというとですねウイルスを磁石であ、ちっちゃな磁気ビーズですね、捕まえてさらに標識もくっつけてですね磁気ビーズでウイルスを動かすんですね。でちょっとこう特殊な光の当てて方をして強くで 光が出るようにしてウイルスを動かすと一粒一粒のウイルスが動いて見えるという技術をこれは2016年に発表させていただきました。であのそういった技術を使うとですね本当に一粒一粒見えるということで非常に好感度、まあ、PCR より好感度というようなですねあの技術があったんですけれども、まあ、これは実はですね測定するのに数十分、まあ、1時間近くかかってしまうということであの感度はいいんだけれども、えー、と目的には合わないと。 で一方ですね、我々一緒にあの共同研究させていただいている埼玉大学の方ではですね、業種有機発光という、これはですねこの、こういった分子がウイルスにくっついた瞬間に光り出すという技術を持っていました。で感度の方はそんなにあの高くないんですけれども、とにかくですね、まあ、数秒から、まあ、これ、実験してみるとやっぱり10秒ぐらいで発色するんですけれども、すぐ発色する。 これは面白いといったことでこの2つを合わせたら我々の目的となるです、ね、ウイルスゲートキーパーが開発できるんではないかという着想からこの研究開発を始めていますでさらにです、ね、研究開発を進める上でもう一つあの今回の,あのタイトルにもつけてさせていただいているんですけれどもマイクロウェールを使っています。 でこれマイクロウェルの中に閉じ込めることによってあの定量性が非常に良くなるんですね。でやはりです、ね、こういった検出ですのであ,のあまり間違ってしまって,こうてうかあのスレッシュホールド、境目がです、ね、検出できているのかできていないのかの境目がですね曖昧になってしまうとです、ね、誤検知が多くなってしまうとで誤検知が多くなってしまってやっぱりなかなか使ってもらえないということでこう小さなウェルの中に閉じ込めますと非常に視認性が良くなると。 いったところです、ね、発酵の浸透性が良くなるので、えー、と非常にです、ね、定量性が良くなる、まあ、そういったところとか、ねまあ、あの感度も良くなるんですけれどもそういった効果を用いてです、ね、あの今回の研究開発を進めてまいりました。 ということで、えっと、実はです、ね、今2、2通りの検出方法を開発して,いるわけなしているんですけれども、1つ目は先ほどの,です、ね、あの埼玉大学の先生があの開発しました AI, あの AI 試薬ですね、あのウイルスにくっつくともうその場で光り出すという試薬です。でそれを使ってですね ウイルスと、これはインフルエンザウイルスですね。まあ、あのインフルエンザウイルスでしたね。<laughs> すみません、書いてありませんねあの。インフルエンザウイルスあ、書いてあります、インフルエンザウイルスなんですけれども、えー、インフルエンザウイルスと混ぜて、これはすぐにですね、先ほどのウェルの中に閉じ込めます。で、閉じ込めて、蓋をして光らせるとあの、ウイルスがいるところはすぐに光るといったところで、これも本当にですね、混ぜて、あのウェルに入れて光、光るかどうか見るというだけですので、これ全部プロセスやってもですね、あの1分間、あの、 でで測定が可能になりますで、えー、冒頭にお話ししましたマイクロウェールがちょっと大きめなマイクロウェールですよといったところがあるんですけれどもこれなぜかな,ぜな,なんでそういったちょっと大きめなマイクロウェールを使っているかといいますと実はですねこれ感度は高くしないといけないというところがありますで。感度を高くしようとするとどういうどう何が必要かというと多くの量を測る必要があるんですね。 あのどん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 薄くしてしまっていくと例えばですねこういうところがあのたくさんあるとウイルスゼロっていうことになってしまうんですけれどもたくさんたくさんサンプルを入れてくると入れていくとあのどこかにウイルスが入りやすくなってくるまあ要は感度が上がってくると。 ということになりますで、あのの一方で,です、ね、こでウェールで仕切ることによって、光る場所と光らない場所、つまりウイルスがいる場所といない場所というのが、非常にきれいにです、ね、コントラストよく,よく見えるようになるといったことで、感度が上がるといったことで,です、ね、こういった方法を使うことによって、まあ、これはです、ね、1分で、いわゆる抗原検査の,あの検査の、まあ、10分かかっているあの、いわゆる簡易検査ですね、簡易検査よりも一桁高感度のものを1分以内で検出可能であると。 いったところを実証できております、はい、でもう一つですねとはいえやっぱり PCR ぐらいのですね高感度なものが欲しいということでもう一つ開発しているのが えーとこちらになりますこちらは先ほどお話した磁気ビーズで捕まえるという技術を使っています。で磁気ビーズで浮いているウイルスをです、ね、こう捕まえに行くわけなんですね。で捕まえていって、それをです、ね、あの引っ張ってきて光らせる。もともとの我々の技術はそこで動かしてです、ね、発光を見るという方法だったんですけれども、これを、ね、ダーッとウェルの中に集めていくる。従来、こういったウェル、マイクロウェルを使って中にビーズで,です、ね、閉じ込める方法ってあるんですけれども、えー、と我々はです、ね、この中に。あの ビーズをたくさん入れてです、ね、ビーズもたくさんこう捕まえたいとで。なぜかというと、ビーズをたくさん入れるとです、ね、反応時間が早くなるんですね。まあ、要は我々の目標として早く測りたいというのが一番ですので、なるべくたくさんビーズを入れて、ウイルスをです、ね、いち早く捕まえていくと。でいち早く捕まえてきたら、それをぎゅっと穴の中に入れてすぐ見るというようなあの方法をとっています。 でこちらの方法で,です、ね、こちらもインフルだと思いますが、えー、とインフルエンザウイルスの方の検出を行っておりまして、えー、こちらですね、はい、こちらは PCR よりもあの1桁好感度の,あの成果あの研究あの検あの、検出感度が得られています。で、これ、PCR より1桁感度が高くなるというのは、まあ、ある意味当たり前でして、上に浮いているものを磁気ビーズでぎゅっと集めてきますね要は濃縮かけていると。 いうようよなな形になります濃縮をかけているのとあのこういった検出で視認性を上げるというところにです、ね、2つの機構を全部オールインワンにしてしまって測っているので、えー、感度もよくて検出,の速さも検出の時間も短くて済むといった技術になっております。 でですね、あの先ほどまでのはです、ね、データとしましてはあのいわゆるバッファーといわれるです、ね、あのいわゆるまあ生殖演水みたいなものですねそういった中にウイルスを入れているわけなんですけれども、まあ、まあそれだと当然実用化になりませんのでっ、えー、と我々狙っているのは唾液ですあのインフルとかコロナの場合は唾液ですあのノロの場合はです、ね、手とかの拭い液になりますあ,のあまり口から出てきませんのであの唾液の中に出ていませんので、えー、とそういった意味で,です、ね、これあの唾液で測るのはインフルであったりコロナであるんですけれども、まあこ 実際の唾液の中にウイルスを入れてですね測定しましてもちゃんと測れてますよという結果が得られております。はい、でこちらはコロナですね。コロナの方はちょっとまだ今開発中なところもあって、あまり詳細なデータがお示し、この場でお示しできないんですけれども、コロナもですねインフルと同等に測れていると。まあ、こんな感じで光ります。あのこれはかななり濃度が高めなものを あの測ってますので、えー、とちょっと点数多いんですけれども、こんな形で,です、ね、あのウイルスが閉じ込められているところは光ると、ないところは光らないというふうな形で、えー、と見えてきます。はい、ということで、この成果ですね、ついあの先月ですね、えー、あの論文発表しまして、えー、とプレスの方にも取り,上げられ取り上げていただいております。はい、ということで、実はです、ね、この中身をです、ね、こういったあの皆様の前でお話しするのは、実は今回が初めてという形になります。 とということで最後まとめなんですけれども、えー、と我々ですね、まあ、1分という時間を設定しまして、この1分で、ですねとにかくウイルス検出ができる技術という装置ということでウイルスゲーパーと、ウイルスゲートキーパーと名付けたですね装置の開発をしてきています。ということで、実際にです、ね、こういった1分以内でですねあの検出ができるようなもの、さらには PCR よりも感度がいいようなもの、そういったものができてきております。 ウイルス対象としましては、当初は、えー、とインフルと,、えー、とノロウイルスだったんですけれども、今はあの新型コロナウイルスも取り入れてです、ねあ、そういったあの網羅的にウイルス検出ができるあの先進技術というのをあの今、あの装置化に向けて開発しているところです。 最後こちらあのプロジェクトのメンバーになりますあの上の方が酸素圏のメンバーになりますであの下の方がです、ね、あの一緒にあの開発していただいているコニカミノリタさんと YAC、ね・ダステックさん YAC ・ダステックさんはこれ実はです、ね、あの今あのちょっとこのプロジェクトをもっと本格的にやりたいということで、えー、親会社の方の YAC、ね・ホールディングスさんの方にちょっとプロジェクトの対象が変わりまして、えー、今ちょっと えっと、当初は y c ダスティックさんと開発していたんですけども、今は y c ホールディングスさんと一緒に研究開発を、あのこちらの実用化開発をしております。あと、埼玉大学の波多野先生にもご協力いただいております。はいあの、以上になります。ご清聴ありがとうございました。